例えばあんたのいるチームとどこぞのチームが喧嘩してるとしよう。その最中、あんたは手痛い一発をもらい、やり返す機会を伺ってた。そうこうしてるうちに両チームが和解しちまったらどうする？ちょっと、すごくむしゃくしゃしたままかも。その鬱憤を晴らすのが生産の日だ。郊外じゃやられっぱなしはメンツが立たない。覇者がシーザーに変わったからといって走り屋個人のいざこざが消えてなくなるわけじゃないだろ。3日やるから決闘で白黒つけろ。ただし3日過ぎたら全部水に流せ。そういうルールがあるのさ。決闘者は双方が信用の証を用意する。いわゆる賭けのチップだな。勝った方がそいつをもらえるんだ。なんだか真剣勝負って感じだね。そんなところに私が来てよかったの？なーに、昔はそれなりにピリついてたが、今はご覧の通りさ。うちの大将はあの性格だ。敵を作ることも因縁つけられることもめったにないからな。今年は決闘の内容も射的にじゃんけん、早口言葉、信用の証に賞味期限切れのパンやら庭で適当に捕まえたウサギを持ってくるやつもいる始末だ。ああ、そういや、どっちの猫がより伸びるかで競ってるやつらもいたな。それってもう完全にお祭りなんじゃ。ま、いいんじゃないか。大将も楽しんでるし、これも新しい覇者の個性ってやつだろう。それよりプロキシ、せっかく来てるんだ。俺らと今日まで組んできて、これを機に清算したくなったことはないか？清算ね。あ、あるかも。急に堅穏な目つきになったな。まさか俺か？この前イアスの足踏んだでしょ。あれ痛かったんだよ。そうだったか。それは悪かった。今度からは足元を見て歩くようにするよ。だが口実としてはちょうどいい。プロキシ、ニトロフューエルの飲み比べで決闘といかないか？とか言ってライトさんが飲みたいだけでしょ。んなわけあるか。むしろニトロフューエルはちょっと苦手でな。まあなんだ、もてなしを任された以上少しは生産の日のムードってもんを感じてもらわんとな。とにかく俺はボンプ用のエーテル電池をかける。俺に勝てればあんたのもんだ。イアスへの詫びも兼ねてな。よし、その決闘乗った。信用の証はそうだな、ランダムプレイのクーポン券で。俺は先にアイアンタスクのとこへ行ってる。今日はニトロフューエルも飛ぶように売れるからな。とっとと並んどくのが吉だ。ま、あんたはゆっくり見て回ってからでもいいさ。後でアイアンタスクのところでな。
じゃ、俺はウォーミングアップしてくる。確かに決闘の理由は何でも良さそうな感じだけど、本当にこんなのもありなの？猫好きにとって猫は家族だからな。事故とはいえ、家族の愛おしい瞬間を記録し損ねたんだ。引きずる後悔ではあるだろう。だから決闘は成立だ。埋め合わせだと思って受けて立つさ。ああ、そういえばニトロフューエルくじは買ったか？ニトロフューエルくじ？何それ、面白そう。まあ、ちょっとした余興だ。ニトロフューエルを買うとき、一緒にくじを買って決闘で応援する方にあらかじめ置いとくのさ。ちなみに俺にベットすれば今夜はニトロフューエルに困らんと約束しよう。なら私ライトさんを応援するね。見てな、プロキシー、無敗のチャンピオンの名にかけてあんたを今夜のウィナーにしてやる。貴様だな、カリュドーンのこの切り込み隊長ってのは。俺とやれ。信用の証はこのブローチだ。ああ。どうした、ビビって声も出ねえか。覇者の名を背負ってる連中のリアクションとは思えねえぜ。笑わせろ。さっさと構えろ。さもなくばこびへつらってこのアンドレアス様のご機嫌を取れ。このブローチ、オタクには相当大事なもんじゃないのか。当たり前だ。ポンペイの親分から直々に賜ったもんだぞ。こいつは郊外じゃ栄誉の象徴みてえなもんだ。ま、貴様みたいな青二歳は拝んだこともねえだろうがな。それほどのものをかけるんだ。死ぬ覚悟はできてると思っていいんだな。覚悟？貴様らガキどものごっこ遊びに生きるも死ぬもあるか。はなっから俺は負けるつもりなんてねえ。覚悟がないなら栄誉の象徴なんて大層なもんはうちのタンスにでもしまっとくんだな。なんだてめえ、時間稼ぎのつもりか。尻込みも大概にしやがれ。信用の証は別のにしたら。あんまり大事なものすぎてもなんていうか、ライトさんが選んでみるのもいいんじゃない。なら俺はボクシンググローブにしよう。あんたが同等のものを差し出せばこの決闘は成立だ。そりゃあ貴様に教訓を与えてやれりゃ何だっていい。グローブでも何でもかけてやる。よし、この勝負カリュドーンの子ライトが受けて立つ。いや、
たるじゃねえか小僧。だが押村くはその腕っぷしが地下闘技場仕込みってとこだな。あそこで稼いだ汚え金はどうしたんだ。死んだ仲間どもにくれてやったのかよ。それともてめえのポケットに放り込んで適当に使い込んじまったか。誰から聞いた。無敗のチャンピオンなんて目立つ看板背負ってよ、隠し事できると思ってる方がどうかしてるぜ。過去にはもう蹴りをつけた。今の俺は狩人恩のこのチャンピオンだ。金を積んで楽な仕事にありついただけだろうが、女に囲まれて威張り散らしやがって。俺にもやらせてくれよ。赤いマフラー巻いてチヤホヤされる見栄っ張りのチャンピオンってやつをよ。お前もカリドンの子も運が良かっただけだ。遅かれ早かれ郊外の砂に埋もれてくだろうよ。あんたが新たな覇者を認めないなら信用の証にも価値はない。日課その間なら何度でも挑戦を受けてやろう。さてそろそろ1日目の日が落ちるが、次に挑戦したい奴は誰だ。本当に最後まで見てたのか。もちろんくじを買ったからね。それで当然俺にかけてくれたんだろうな。約束は果たしたからな、思う存分飲んでくれ。もちろんライトさんを信じてたよ。むしろもらいすぎて困っちゃうくらい。あんたのために勝ち取ったんだ。今夜くらいは心置きなく楽しめよ。もう一人の店長には内緒にしといてやるさ。じゃあライトさんも一緒に飲もうよ。俺はちょいと気になることがあるんでね。まずは見回りをしてくる。先にバーニスのところで引き換えてこいよ。終わり次第そっちに行く。
フロキシー、どうしてここに？ニトロフューエルを引き換えるとき、バーニスから頼まれたの。ビッグダディさんが呼んでるから伝えてって。そっか、ならすぐ戻ろう。俺もおやっさんに話があるしな。アンドレアス、どうにも奴は気な臭い。余計なことをしでかさないか遠目に見張ってたが、誰かと電話口で言い争っていたようだ。その中でホロウという言葉が出たのも怪しいな。戻ったら奴の素性を洗ってみる必要がある。赤いマフラーはいつもスポットライトを浴びてばかりっていう人もいるけど、本当は舞台裏でいろんなことに目を光らせてるんだね。あの野郎もまるっきり出まかせ言ってたわけじゃないからな。だからこそ引っかかる。あいつとは確かに何の接点もないし、俺は郊外に来てからあの恥ずべき過去を吹聴して回ったこともない。何か裏があるはずだ。あれって本当だったんだ。昔のライトさんになんか込み入った事情があるって朝から晩までグラサンを引っ掛けてるのにはそれなりの理由があるのさ。確かに血を見るのもきついが、それだけじゃない。昔とある試合で目をやられてな。そこそこひどい怪我だった。しばらくは包帯で目を覆って真っ暗闇での暮らしを強いられたもんだ。そんなことしてたせいか今でも光を遮るものがないと落ち着かん。もうすっかり治ってるんだが、なんだか古傷をさらけ出してるみたいでな。それに、いや、なんでもない。とにかくグラさんのことは気にしないでくれ。ギリ、おしゃれでつけてるのかなって思ってたけど、そういうことだったんだ。もう慣れちゃったし、全然気にならないよ。気遣いをありがとな、プロキシ。でも、ライトさんはどうして赤いマフラーになったの？借金を肩代わりしてくれたおやっさんに、俺の方からも何かを示す必要があった。それと、赤いマフラーって響きが、かっこいいからさ。パイパーからだ。俺に負けた連中が飲み比べでリベンジしようと息巻いてるらしい。アイアンタスクを囲んで騒いでやがるんだとさ。おやっさんにアンドレアスのことを報告したら帰り討ちにしてやろう。ああ、それともう一つ、あんたの片割れもこっちに着いたそうだ。二人とも今日はブレイズウッドに泊まっていけ。カリドーンのこのもてなしを受けてくれるだろ。ライトのやつ、朝っぱらから出かけたのか。ち、気
今日の分のくじ代わりに買ってきてってお願いしたかったんだけど。にしてもお二人さん、あいつと夜通し遊んでたのかと思ったら意外と規則正しい生活してんね。ライトさんに何もないといいけれど、なんといってもまだ生産の日だからな。大丈夫大丈夫、黙っていなくなるのはいつものことだからさ。親父さんも何にも言わなかったし、別に悪さしてるわけじゃないと思うぜ。午後になれば帰って、布団がこいつを呼んでる。ライト見かけたら言っといてくんない？アイアンタスクの前に転がってるろくでなし、どうにかしてくれって。リン、昨日の話だとライトさんはアンドレアスの背後を洗おうとしているんだろう。それにホローのことも言及していたと。万が一ということもある。ホローに入って確かめてみよう。ライトさんのことだし、思いつきで変なことはしないと思うけど、昨日はお世話になったもん。ホローまで見に行ってみよう。出撃可能よ。火力上げな。何のご用？私に目11号戦闘準備完了。ああ、すまん、心配かけた。昔からおやっさん以外には知らせもしないし、聞かれもしないからな。個人プレイがすっかり板についちまった。それよりアンドレアスの件だが、どうもかつてのカリドーン時代の古敵が奴に何か吹き込んだらしい。今朝この辺りじゃ見ない顔がうろついててな。奴らの一味だと踏んでフォローの中まで尾行したのさ。そいつらの狙いって？覇者が変わって初めての生産の日、向こうにとっても新旧いろいろな恨みの生産し時だ。騒ぎを起こしてうちの面目を潰そうって魂胆だろう。奴らが明日ブレイズウッドに全面攻撃を仕掛けるつもりだし、知っての通りあそこには地域住民やよそのチームが大勢いる。カリドーンの子が事態を収拾できなきゃどうなると思う？ことを起こされる前に叩いてやるつもりだったが、つけてる途中で見失っちまった。そんな、ライトさん一人だけじゃ無茶だよ。何せどいつもこいつも生産の日にかかりきりだからな。もちろんあんたを郊外のいざこざに巻き込むのだって避けたかったが、どうもわがまま言ってる場合じゃないみたいだな。そうだよ、一人でいい格好しようとしないで。それじゃ名高きパエトーンよ、俺を導いてくれるか？もちろん、私に任せて。注意、前方に少数の敵がいます。フリーズ！
ウルガタキのエンブレムだ。追いかけるぞ。引き続き進んでください。廃材の後ろにいると思われます。貴様ら約束を破ったな。郊外のルールを軽んじやがって。ポンペイの親分が生きてたらこんなことは許されねえぞ。なんだよ、カリュドンの子をいたぶろうぜって持ちかけた時はあんたも乗り気だったじゃねえか。だが無関係の奴まで巻き込むなんて聞いてねえ。お前は本当にあのお人よしの仙台覇者にそっくりだな。その甘さが命取りだってんだよ。あの老いぼれだって身内に裏切られてくたばったんだろうが。身内に裏切られただと。貴様らはカリュドンの子の仕業だと。ふん、そんなこと言ったか。お前がポンペイの死んだわけを聞きてっつうから、おりゃカリュドンの子に聞けって答えただけだぜ。貴様せいぜい吠えてら。あんたもすぐあの老いぼれの後を追わせてやるからよ。ここは郊外、キングを名乗れるのは勝ったやつだけだ。腰抜けはとっとと土に帰った方が身のためだぜ。アンドレアスだ。ヤクザまんまと騙されたようだな。急ぐぞブロッキー。ガーデンとケアス邪魔だ。俺がやる。ケリア叩き潰す。ドキッ邪魔だ。乗ってくれ。俺がやる。フリーヒット。うわぁ、頭がついてた。まだついてた。今は生産の日だ。奇襲なんてせこい真似はよして、正々堂々挑んでこい。何が生産の日だ。てめえらのルールなんてクソくらいだぜ。明日はせいぜいブレイズウッドのバカどもと首を洗って待ってな。どうせ小物だ。深追いはよしておこう。この辺に奴らの主力はいないだろうしな。明日奴らがどこから仕掛けてくるかさえ分かれば。ふん、それを知ってどうする。カリュドーンの子が全員出払ってみろ。他のチームからカジバ泥棒を企む奴が出てこねえとも限らんぞ。郊外は仁義だけじゃ収めらんねえ。上辺だけ首を垂れてる奴らの中には後ろから刺す隙を伺ってるのが5万といる。ポンペイの親分さえ逃れられなかったんだ。貴様らの新たな覇者も例外じゃないぞ。奴らの計画を知ってるんだな。おい、俺の話を聞いてたか。貴様らを誤解してたことは確かに悪かった。だからせめてもの忠告をくれてやったんだろうが。それをあんたに決闘を申し込もう。はあ？俺が気に食わねえならぶん殴りゃいいだろう。親分の死が貴様らと無関係だった以上、俺には決闘なんぞどうでもいいことだ。
俺が勝ったら知ってることを全て話せ。あんたが勝ったら先代覇者の最後の言葉を伝えてやる。親分の最後の言葉だと？本当に知ってんのか？どうだ、受ける気になったか？俺がやる。まだ勝負はついてないぞ、アンドレス。されるまでもね、クライアル。とどめる。任務執行。こっからちょいとバイオレンスだ。ここがハイライトです。炎よ、我に従え。ユウ、今ですわ、ボコります。賢者の準備。まったく羨ましい限りだぜ。その若さで当たり前のようにてっぺんを取ってやがるんだからな。注目の中でたやすく、そして華麗に勝利し、賞賛の中トップランナーであり続ける。俺なんぞより貴様の方がずっと郊外にふさわしい。あんたに問おう。目の前で火の湖がぶっ壊されようとしている。味方の増援は間に合わない。そんな時あんたならどうする？考えるまでもね、死んでも火の湖を守る。それ以外の答えがあるか？何がおかしい？俺の覚悟を疑ってるのか？火の湖は郊外の誇りだ。命に変えても守らなきゃならねえ。死んだグローレイクを守れ。何も疑っちゃいない。ポンペイの旦那もあんたが毅然とそう答えたことを喜ぶだろう。どういう意味だ？いや、あんたの方がここは長いんだ。この土地にふさわしいかどうかって意味なら、俺でなくあんたの方に資格があるんじゃないか。俺はただ一時拳での勝負に勝ったに過ぎ、次の勝負がどうなるかは誰にもわからない。あんたがもう一度やりたいってんなら、俺は喜んで受けよう。ただし命を落とす覚悟でもない限り、あんたが誇りに思うものを軽々しく差し出すんじゃないぞ。今日は助かった。あんたのおかげで奴らの計画がつかめたよ。ライトさん、明日も一人でどうにかするとか言わないよね。生産の日の最終日、よそのチームにカリドーンの子が総出で動いてるとこを見られてみろ。新たな覇者を認めない奴がまだいるんだと大々的に喧伝するようなもんだ。そうなれば必然みんなの中にこう考えるやつが出てくる。また何かあるたびにこんなことに巻き込まれるのかとな。だから俺一人で行くのが正解なんだ。それにおやっさんとの約束もある。地下闘技場から連れ出された時、カリドーン時代の古ヶ滝は俺が肩をつけると誓ったんだ。
ライトさんがそんな役目を背負ってたなんて。俺らはまだまだこれからだが、郊外にはカリドーンの血が流れてるってだけで拳を鳴らす連中が多い。大将には父親と同じ鉄を踏まず王道を歩んでほしいというのがおやっさんの願いだ。そのために俺にしかできない仕事がある。カリドーンの子に尽くすっていうのがビッグダディさんへの恩返しなんだね。でもライトさんが背負ってるものを誰も知らないなんてそうしんみりするな。給料分はきっちり働く、そういうもんだろう。せめて明日もフォローの中を案内させて。ノーとは言わせないよ。依頼人を無事に返すのがプロ騎士の役目だもん。お給料分はきっちりやらないとね。それにカリュドーンの子はお得意様なんだから、何かあったら私も困っちゃう。どうやら明日はさらに気合を入れなきゃならんようだな。カリュドーンのこの赤いマフラーが伊達じゃないってところを見せてやる。また明日会おう。なんでもない。奴らは集結しつつある。ブレイズウッドまで行かせたくないからな。フォローの中でケリをつけるぞ。了解、最短ルートで行くよ。なあプロキシサンキューな。お礼を言うのはちょっと早いんじゃない。ドラマならこっからが盛り上がるところだよ。なあに、単に言いたくなっただけさ。あんたには感謝してるからな。2回も言った、これ以上フラグを立てないで。わかったよ、伝わったならいいんだ。準備ができたら行くとするか。もう時間がない。フォローの中で奴らを止める。最短ルートで来るぞ。よし、面倒だな。手早く行こう。不動中の敵は俺が倒す。
またイアスの足を踏むところだった。あんたを抱えて走るのは骨が折れるからな。おっと、せいや、気を急ぐぞ。ターゲットは裂け目に入りました。敵の主力はそこだろう。なあプロキシー、ガイドありがとな。誰の許可で道を塞いでんだ。さっさと失せろ。断る。ここを通す気はないんでね。ん？そのいでたちにグラサンってのはまさかカリュドンのこの赤いマフラーか？おいおい、カリュドンのこの連中、俺たち相手には一人で十分ってか？正気かよ。俺らに不満があるなら公平に決闘で白黒つけろ。ブレイズウッドまで巻き込むな。公平に決闘だと？郊外はいつから公平なんぞ重んじる場所になった。ここは拳で語らう土地だぜ。何が公平かを決めんのは勝者だろうがよ。カリュドンはもうとっくに過去のものだ。郊外に無意味な争いは必要ない。今日いっぱいはまだ生産の日。ルールにのっとり、あんたらは決闘を申し込める。俺がいくらでも付き合ってやるさ。ルール？おままごとの間違いだろ。無駄話はやめな。行くぜ。カリュドンの子、ライト。あんたら全員に決闘を申し込む。全員だと？てめえは何をかける？この赤いマフラー。面白い。なら、こっちはタコの力だ。じゃあ楽しませてくれよ。決闘成立だな。まとめてかかってこい。Hey!
れてた奴は言うことが違うぜ。さあ、体も温まった。やったぞ。俺の赤いマフラーを一層鮮やかに染めてくれよ。やっとめ。目に焼き付けろ。カリドーンの子、ライト。逆上に従い、ここに挑戦を果たした。俺から赤いマフラーを取ろうなんざ、100年早い。生産の日のルールにのっとり、オタクとカリドーンのツケは、これでチャラだ。プロキシー、俺は勝ったぞ。全員ハッタをしてやった。チャンピオンを称える拍手が聞こえないな。さすがにしんどいな。プロキシー、イアスの帰りが遅くなっても構わないか？大丈夫だよ。こっちが何かしてあげられるってわけでもないからね。いや、もうちょいシートを低くすりゃボンプも運転できるな。イアスのケツに乗っけてもらうか。ライトさん、冗談言ってられる余裕があるんだったらもう一仕事して帰ろっか。いやいや、もう本当に力が入らないんだ。勘弁してくれ。それにしたってさっきのチンピラ軍団は怖かったね。まさかライトさん、最初にありがとなって言ったのはもうあの時から無茶するって決めてたの？あんなもの無茶のうちにも入らんさ。だが赤いマフラーをかける以上は命をかけるってことだからな。どうしてライトさんはそこまで？プロキシー、初日にアンドレアスが言ったことを覚えてるか？一部ではあるが、ありゃ間違いなく俺の過去だ。かつて俺のせいで傭兵団の仲間が死んだ。当時はどれだけ悔やんだかわからんが、一つはっきりしてたのは俺の命程度じゃ償いにもならないってことだった。仲間の遺族へ十分な保証をするのに相当な借金を抱えたよ。あれは本当に先の見えない日々だったな。やがて借金取りが選択肢のなくなった俺を地下闘技場に送ることになる。そこからの時間は曖昧だった。照明が一人また一人と対戦相手の輪郭だけをぼんやり照らし、聞こえるのは耳障りな歓声と罵詈雑言。そんな場所にしばらくいるうちに俺はどんどん人の目を見られなくなっていったんだ。相手の目に映る俺自身が恐ろしくてな。やがて親さんが来て借金を肩代わりし、俺をリングから引っぺがしてくれた。このマフラーを巻いてくれたのも彼だ。俺の拳は派手で負けを知らないように見えたんだと。これからはカリドーンの子のために勝ちまくってくれとな。ここへ来てしばらくは
結局また殴り合いの興行めいたことをやってんのかと腐ってたこともあったが、気づけば本気でここの皆を守りたいと思うようになっていた。また仲間を失う羽目になるのはごめんだ。どこぞの誰かがうぬぼれと呼ぼうと構うもんか。俺が勝ち続ける限り、カリドーンの子を取り巻く連中への抑止力になる。この赤いマフラーは勝者の証であり、俺らにあだなす者への警告だ。俺の目の黒いうちは、カリドーンの子の栄誉は誰にも怪我させない。心配をかけてすまない。だが俺には守りたいものがたくさんあるんだ。ありがとな、プロキシー。栄誉にしがみついて戦ったしがない俺を、赤いマフラー以外に見守ってくれた奴がいる。今はそれが嬉しい。いいやつだが、多分無傷であんたの兄弟に引き渡した。あれで傷の一つでもついてたら、そう簡単に許してはもらえないだろうな。そうなったら私だって怒るからね。言っとくけど、私も怒ったらすっごく怖いんだから。あ、なんだ、生産の日も終わりだな。3日間が嫌のように過ぎてったというか。ライトさんってこういう時は絶妙にぎこちなくなるよね。しょうがないだろう。身内が腹を立ててる時にどうするのが正解かわからないんだ。別に本気で怒ってないって、ちょっとからかっただけ。そりゃよかった。さて、もういい時間だが、そろそろ六分街に帰るのか。ああ、別に早く帰れってわけじゃない。ただ次にこっちへ来るときは事前に言ってくれってのを伝えたくてな。次はビデオ屋まで迎えに行く。ここ数日俺のバイクに乗ってたのはイアスだろ。だからあんたの目で郊外の夕日を見てもらいたいんだ。俺の後ろでな。Thank you.